ラフレプロデューサーこんにちは。今日はですね、トロンに古文の売りをお聞きしたいと思ってやってきたんですけども、お願いいたします。今回トロンに古文はですね、いろいろできるってことを売りにしてます、はい、で前回の6万ダッシュでは、フリーランニング RPG っていうことで、はい、あれもいろいろできるだったんですけど、さらにいろいろできる、アクションだけでなくて、はい、パズル要素であったりとか、はい、もちろん RPG 要素であったりとか、アドベンチャー要素っていう形をたくさん出せるようにしてます、はい、それとですね、ボン一家が主役ということで、あ、はい、そうですよね、はい、前回かなり悪さができるということも、今回の売りにしてます、はい、だからまあゲーム中なんでね、悪さって程度のもんですけども、いたずらしちゃえみたいな、そうですね、いたずらしちゃえみたいなもんですけども、はい、かなりいたずらできますんで、それも楽しんでほしいなと思ってます。なるほど、はい、実は今回このコブン君がものすごいたくさんいて、いろんなことができちゃうっていうお話を聞いてるんですけども、そうですね、今回40体コブン、はい、コブンいますんでね、はい、40体をそれぞれ育ててですね、はい、ポケットステーションとか特訓部屋とかありますんで、特訓部屋、はい、そこで育ててですね、はい、で子分が、利口になるというか、強くなると、ゲームも進みやすくなってますので、なるほど、子分を育てることがゲームクリアすることみたいな、じゃあこの子分くんはだいぶ重要なんですね、うん、そうですね、あと子分が働かないときはですね、お仕置きしましょうってこともできますので、お仕置き部屋みたいのが用意されてそうですね、かなりお仕置きできます、はい、楽しみですね、はい、それでは皆様楽しみにしていてください。楽しみにね。仕方ないわね、少し遊んであげましょう。さ、どこからでもかかってらっしゃい。そこの違法改造メガの運転手、今すぐ降りてきなさい。ちゃんがさらわれた。さらったのは風俗ボーン一家のトロン。とまあそういうわけで、あのロールとかにヘナチョコメカニックを預かったわけなんだけど、